XRV7 版 DIY レストは、リア周りの中編になります。今回はですね、スイングアームとあと、まあ、そこのサスペンションにくっついているですね、リンク周りの、ベアリングをすべて交換します。このように万力で、ですね、押してですね、少しずつ、ベアリングを抜きました。リンク周りはこのように錆びてます。一旦、錆を落として錆転換剤を塗ってでそれから塗装しました。で今回ですね、全部でベアリングが12個ありまして、普通のベアリングは2個しか使ってボールベアリングですね、2個しか使ってなくて、あとはニードルベアリングっていう細い、ベアリングですね、入ってたんですけども、結構大変でした。でまあ、今からベアリング入れるんですけども、このように、ドライヤーで温めまして、で冷蔵庫に入れといた、ニードルベアリングを、叩いて入れていきます。まあ、少しグリスを塗ってですね、入りがいいだろうということでグリスを塗っています。で冷蔵庫約まあ1時間ほどですね、冷蔵庫に入れといたベアリングを入れます。このニードルベアリングっていうのはなんかこうキャップがついていて、まあ、グリスの、まあ、取れるのを防いでいるのかわかんないですけども、こんなキャップがついてます。でまあ、まっすぐ、入るように入れて、で、木の破片でですね、まあ、直接傷がつかないように、最初の部分はですね、これで叩いていきます。でやっぱりベアリングをですね、冷やすとかなり入りは良くなります。これはまあウェブでちょっといろいろ調べた結果、これが一番、いい感じで入っていきます。でここから、シールが入る部分ですねがあるので、まあ6ミリ、サービスマニュアル上では6ミリ、ベアリングを中に入れます。ラチェットのコマを使って入れていきます。はい、こんな感じですね。でまあ大体少しずつですね、測りながら、入れていきます。こんな感じで入ります。反対側もこんな感じ で今キャップをつけてありますね。グリスが、まあ、飛び散らないように入れてます。で最後にシールを入れていきます。まあ、シールはですね、こう指で押せば入ります。こんな感じですね、リンク周りになります。でまあ、次にですね、スイングアームの方なんですけども、まあ、スイングアームをやる前に、まあ、一旦清掃をしようと思って、まあ、シールがですね、貼ってあったんで、まあ、これをちょっと剥がしてきれいに剥がそうと思って、一旦ドライヤーで温めて、で、カッターで、まあ、削ぐような感じで、取っていきます。まあ、これが一番、簡単に取れる方法をだと僕は思ってます。結構ですね、あのシールを剥がす、まあ、溶剤とかあるんですけども、まあ、結構高いので、まあ、ここは、カッターで削ぎ落としていきます。で、まあ、軽くですね、まあこれ油ですね、浸透剤の油をまあ少し塗って塗布して、ワイヤーブラシで磨いてます。で最後に、パーツクリーナーできれいに油分を取って終わりです。で、まあ、こちらもですね、スイングアームなのに、同じボールベアリングを使ってるわけじゃなくて、片側がこのニードルベアリングですねが2個入ってます。でもう片方はなぜかニードルベアリングが1個で、普通のボールベアリングが2個入
入るような形になります。まあ、若干ですねスイングアームの左右対称ではなく非対称なので、まあ、力のかかり具合でなのか、ベアリングの種類が左右で違います。まあ、このように叩いてですね入れます。でニードルベアリングの方が、耳が薄いので、まあ、叩いてる時に、まあ、破損しないように、まあ、気をつけて、叩いていきます。はい、こちらもシールが入る分、6ミリ、中に、入れ込みます。で一応ですねノギスで、6ミリまで入ったか、確認してます。もう少しですかね。はい、少しずつ最後は測りながら、確認しています。で次がですねこれボールベアリングですね。こちらはですね、まあ物が周りのアウターケースが硬いので、まあニードルベアリングよりはそんなに神経質にならずに大丈夫だと思います。まあ、一旦あのグリスを塗っておきます。でこちらはですね、やはりあの冷蔵庫で冷やして、入れるんですけども、これはもう一発で入りましたね。で最後、段差があるところまでかっちり入れるので中に、押し込んで入れていきます。このボールベアリングは簡単に意外と入りました。すんなりとこんな感じですね、奥に入ります。はい、で最後に、シールをつけていきます。まあ、軽くですね、グリスを塗ってシールですね、一応裏表ありますので、これを、手ではめていきます。まあ、シールはですね指で、簡単に、まあ、ちょっと力入れれば入りますので、まあ、このように入れていきます。はい、今回はですね思った以上にあのベアリングを抜く作業にですね約2日かかったので一旦、今回はここまでとします。ご視聴